本の東神奈川行きですよ。あれは1日1本しかないです。お金があればグリーン車乗るんですけどね、なかなかね。いや、東神奈川行き来るんで撮ります。東神奈川行きって朝と夜あるのかな。こっちは大崎行き、どう、東神奈川分かります？東神奈川は分かります。東神奈川行きどうでもいいですけど、1日1本の東神奈川行き乗っていきますが、これ今鶴見駅ですかね。鶴見っぽい。横浜まで行けよっていう意見が大多数でしょうけど、一個手前で止まっちゃうからね。まあまあ、どうなるのかちょっと乗ってみましょうや。東神奈川行きです。次は終点東神奈川です。 The next station is 東神奈川 Terminal JK13。終点東神奈川、東神奈川です。1番線到着出口右側です。引き続き横浜桜木町関内市川町伊東方面ご利用のお客様、向かい側2番線54分発横浜線からの大船行きご利用ください。短い終了での運転です。ホームの厚みに止まりません、ご注意ください。ホームの前寄りに止まりません、ご注意ください。引き続き横浜桜木町関内石川町伊佐方面ご利用のお客様、向かい側2番線54分発横浜線からの直通電車船行きにお乗り換えです。終点東神奈川、東神奈川、お出口は右側です。京浜東北根岸線横浜桜木町方面と横浜線はお乗り換えです。今日もJR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。だけなんでね。まあドア閉めるのは分かります。こっからですよ、こっからでですよ。前の方に来は、前じゃない、後ろの方に来ましたよ。引き上げるのは分かってんだから。そうそう、そうもいいでしょ。お客様いらっしゃる。どうも、南高車内点検終了のわずかになります。で、引き返しますんで、2番線に乗ってください。2番線には大船行きに到着いたします。この電車は新横浜町方面にはありませんので、ご注意ください。あっちに乗れと。まあ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 、乗り継ぎは考えてるかな。浜線いただきたいやつで、こっから根岸線って感じですよね。こっからなのかな。まあいいや、横浜からだったらすいません、詳しくないんで。改装標準変わって、ああ痛恨のミスだよ。こんなことやってきたらダメなんですよ。
きました。これは行きました。トップナンバーだったの。こっちですよ、こっち気になるのは。どうなんだろう、ブレーキ解除した感じ。やっぱりあそこの車庫入れるんだ。もうそれだけ気になってたんですよ。はーい、東神奈川行きはこうなるのか。お疲れ様でした。あの先の車庫に入れますよ。で引き上げる。入れ替え信号機開いてますんで。開いてますよね。はい、入れ替え信号機。はーい、行きまーす。これが東神奈川行きの正体でした。はい、もうどうでもいいです。でも1日1本だけですから。乗務員さんからするとどうなんだろう。歩かされるから嫌なあのやつかもしれないですよ。おい、ほら閉まった。こうなると閉まる。こうなると開く。